皆さんこんにちは、手島屋の手島と申します。今日はですね、誰でもどんなコミュニティでも、簡単に会費集金ができるビーネクラブというサービスの紹介をさせていただきます。皆さんですね、振り込めない詐欺ってことを聞いたことあるんですか？振り込め詐欺っていうのは、もうちょっと守るだけだけど、ちょっと怪我しちゃってすぐお金になっているのが、振り込め詐欺ですね。これ一番まずいです。これ反対に振り込めない詐欺って何かっていうと、いい活動をしているのにお金くださいって言わない、お金をもらう窓口を持ってないところが、だから支援者の方はお金払いたいのに払えないじゃないか、振り込めないじゃないか、これ振り込めない詐欺って言うんですね。これよくあるのは、アーティストさん、例えば漫画家さんとかでもう10年ぐらい本を出してないからとかっていうと、もう全部買ってるのに次お金払いたいのに出してくんないからお金出せないじゃないか、こんな感じで、そのいい活動をしてるのにお金を取らない、ちゃんといい活動してれば取ろうよっていう話です。でそれが、このサービスを作ったきっかけです。でもう一つ、幽霊部員っていうのをご存知ですか？こちらは割とあれですよね。要するに、なんか所属してるのかな、所属してないのかな、年会費取っていいのかな、でもなんかこの間イベントには来たわ、これ草野球とかですね、市民オーケストラとかよくあるそうなんですね。でもね、そういうやつに限ってこうピッチャーですごい剛腕なんで、そいつを辞めさせると負けちゃうとか、唯一のパートのトロンボーンなんて、そいつがいなくなるとオーケストラできなくなっちゃう。そういう結構理由があって、お金取れないということがあったりします。やっぱり、取ったらいいのに取らないのも正義じゃないし、取らなきゃいけないのに取らないのもこれは正義じゃないと思っています。健全なコミュニティ活動を、やるにはちゃんと取るというところが僕は必要だなと思っています。で、このピーネクラブっていうのを使うと、端的に言うと、会費集金を今皆さんクレジットカード1枚2枚持ってますので、どんな小さな団体でもクレジットカードを使って、もうママさん払いの会費でもいいですし、国際 NGO ですね、その会費を取る、会費とか支援金を取る、そういうのにも使います。どんな小さな団体、こっちはママさん払いから、こっちは国際 NGO まで、どんな団体でも会費集金ができるようにしていますので、ぜひ、あちらにパネルにもちょっとさっきの、紙が見えないと思うので、あちらにいっぱい置いてありますので見ていただきたいと思います。あと皆さんに特典としては、今だったらこの自分がですね、もうコミュニティに張り付いてコンサルティングサービスをしています。今体の半分ぐらいは使われているので、もう半分ぐらいだったらなんとか寝ますので、ぜひ支援させてください。どうもよろしくお願いいたします。